2003年ぐらいまでアーケード乗ってたんだけど、アーケードがなくなってしまって、でソニックの平林さんに話した時に平林さんが OK を出してくれたので一緒にやろうっていう感じで進めてきた感じかな。オーラもね、人間の目に見えない気、無限の可能性、無限の力があって、俺的にはこうオーラが出てない原石のスケーターをオーラがこう出るようなスケーターに育てていきたいっていう。まあ本当イッターは特にこだわって、もう今サンプルも何本も上げてれてなかなか大変なんですけど、まあいいものが作れるかなっていうのがあるかな。まあ、時には仲良く、時にライバルで、なんかそうやっていろんな部分で一緒に上がっていけたらいいなと思うね、俺は。どんどんそのオーラ乗ってみたいっていう若い子たち、まあ、別に年いってでもいいよ、別にいたらどんどんソニックディストリビューションの方まで振って送ってくれれば俺チェックするし、うまい子たちを本当原石を発掘してって、やる気のある子たちにどんどんがっつり世界に進出していきたいなと思ってるから。